こんにちは、ペカちゃんです。パワープロ2017やっていきたいと思います。前回まで運動神経悪い芸人、オール G の選手たちを使ったテーマでパワープロをやっていたんですけども、今回はその逆、オール S の選手を使ったテーマで、今回はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今回使っていく選手はこちら、能力オール S、オール特能のこちらのエアーマン選手です。こちらね、インターネットにアップされたものをそのままお借りいたしました。最強の戦士でございます。これリアルでいたらマジでエグいよな。で、今回はこの選手で何をやっていくかってことなんですけども、ズバリ、能力オール S の投手一人だけで、ペナントの全試合投げ抜いたらどうなるのか、ということでございます。その圧倒的な能力があれば、疲れも何のその、他の選手がいなくたって一人で十分やれると思うんですよ。なので、今回はこういうテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今回はセリーグの中で優勝するのが難しいチームの一つ、中日で回していきたいと思います。中日の投手をすべて解雇し、このエアマンだけにしました。ということで、こんな感じに既存の中日と入れ替えていきます。ペナントの設定なんですが、怪我や成長、ノリノリやスランプ、トレードや外国人など、メンバーの編成や能力に変更の可能性がある設定はなしで、今回やっていきたいと思います。また、144試合すべての試合でエアーマンを4番投手として起用したいため、交流戦のパリーグ主催試合の DH も今回なしでやっていきます。中日のオーダーはこんな感じ、4番投手のところにエアーマンが入る形になります。そしていよいよペナントが開幕、開幕戦の相手は巨人です。せっかくなので開幕戦の方を観戦したいと思います。相手の開幕投手は日本のエース菅野投手。この試合厳しい投手戦が予想されますが、果たして中日は勝利を収めることができるのでしょうか。まず初回のピッチングの前にチャンスで打席が回ってきます。しかも先制のチャンス。しかしここは菅野投手のスライダーを打ち上げ凡退となってしまいました。そしてピッチングの方ですが、この豪速球に全ての球種が高速でかつ大きく変化する、まさに魔球の数々。まさに圧倒的なピッチングを見せつけます。そして打席の方でも3回、またもチャンスで見事な流し打ちでタイムリーヒットを放ちます。そして味方の援護を受けたエアーマンはさらに素晴らしいピッチングを見せていきます。巨人打線が圧倒され、バットが面白いようにくるくる回っていきます。そしてバッティングの方ではついに初ホームランはなんと飛距離141メートルの特大ホームラン、桁違いのパワーを見せつけます。そのまま好投は続き9回、阿部に一発を許しますが、最後に村田を抑え見事完投勝利、16奪三振とまさに完璧なピッチングを見せつけました。ということで、この圧倒的な力を持つエアーマン選手ですけども、投手がこの一人だけという状況で1年間回したらどうなるでしょうか。結果の方を確認していきましょう。3、2、1、ドン。なんと30勝112敗、勝率は2割1分1厘、ダントツの最下位で終わってしまいました。投手成績の方も1249イニングを投げ抜きましたが、防御率8点台という結果になってしまいました。しかもこれだけの能力を持っていながら完封できたのはわずか1試合、体力には勝てなかったということがわかります。一方打撃成績は圧倒的、打率3割9分2厘、ホームランは59本、打点は196打点とやばい成績を残し、軽々三冠王を獲得。そして月間 MVP は野手部門において8月以外は全てエアーマンが獲得。タイトルの方はゴールデングラブ賞を投手で受賞。そして最下位チームの選手にもかかわらず MVP を受賞、新人賞も受賞し、他のタイトルと合わせると9冠を獲得するという独占っぷり。そこで私は思ったわけでございます。今回のペナントで優勝した広島は勝率7割を超えてのダントツ優勝だったわけでございます。
ということはこの企画、中日ではなく広島ならさらに良い順位が出るんじゃないかということで、広島の投手を全員クビにし、エアーマンだけにしました。これでさっきと同じ条件でやってみましょう。その結果はどうなるでしょうか。3、2、1、ドン。なんと勝率が2割近く上昇し、最下位を脱出。なんとかなんとか見れる勝率になりました。しかしこの能力の選手でも勝てなかったという結果を踏まえて、やはり野球はチーム全員で戦うスポーツ。一人だけでも勝てない、より団結したチームが勝てる素晴らしいスポーツだなというふうに感じました。